ヒッチのせい何んのせいかわかんないけど、ちょっとこう荒れそうな予感がしてきたので。いやまあそうなんですけどね。<ん>あのー、 今日は予定を変更して、そのお話題についてですね、詳しく語りたいなと思うんですよ。はい、まあいろいろ資料作ってきて、一生懸命作ったんですけど、はい、まあ今自分で作った資料見ながら、つまんねえやつだなと思ってですね。<laughs> それよりも、昨日のアメリカのマーケットで起きたこと、はい、というか正確にはおとといの引け後に発表されたフィッチのレーティングダウン、あのレートダウンですよね。ダウングレードですよね。そこから、まつわる世界の混乱の、 大騒ぎしてるけど、いや、ちょっと待て、ちょっと待て、ちょっと待てと。うん、ちゃんと見てみようという話。はい。ということで、今何が起きてるのか、まず冒頭で、マーケットチェックのところでお伺いしていきたいと思います。うん、えまずその前にですね、はいえー、会場セミナーというのを<あ>まあ全国私たち暗夜してやっているんですが、したね、会場セミナーにちょっとこう抽選漏れで入れなかった方、 あるいは自分のところのエリアには来てくれないとか、いろいろあると思うんですね東部の,の方とか、海外の方とかね。そうした方のための救済セミナーというものがありまして、えー、7月11日に収録しました、ザキオカ市販機ごとの投資戦略、投資式公。こちらの動画をご覧いただけますと、えー、一番新しいザキオカの え、ま、考察というものを見ることができますので、こちらご視聴いただければと思います。二、うん、つの異なる粘着性と戦う中央銀行。うん、これいいタイトルですね。うん、誰が考えたんだろうな。 私あ,あそうか、<laughs> もう、もう忘れてるんですけどね。<laughs> はい。まあ、FRB と日銀のその立場、全然ね、え違うんだけれども、うん、まあ、何かと戦ってますよ。<う>何でしょうかうん、粘着性です。粘着性ということで、うん。しつこいやつと戦ってましつこいんですね。四十九ページも作ったのね。<laughs> はあ<ー>。こちら、ええ市長は八月十五日まで。あれ今日は何日 今日,日今日8月3日ということで、いね、はい、えー。ぜひこちら、えー、ご視聴いただければと思います。こちら QR コード読んでいただきますか、えー、動画の概要欄に URL を置いてま。そうですね。ある程度見ててもらった方が、次、どこどこで会った時に、その続きになっちゃうんで、うん、あのー、 いきなり私の話聞いても、この人って何って頭おかしいないと思われることがよくあるんですけども、<laughs> あの、連続して聞いてみてもらってると、なんとなく、あ,あの時のあれ、あれとこの時のこれみたいな感じにつながるんですけどね。はい。ということで、ぜひこちらチェックしておいていただければと思います。8月15日まで視聴可能です。そして今日は番組の最後に、11月に開催する。うん ビッグイベントのご案内があります。ビッグイベントビッグイベントやるんです。ワールドカップラグビー。<laughs> 違うの私たちの投資フェスですよ。投資フェスをやるんです<ー>、えー。そのご案内、番組の最後にありますので、うん、最後までご視聴いただければと思います。はい、では、進めてまいりましょう。今日はこのようなスタープログラムなんですが、うんえー、最後はね、ちょっとドル円にも触れていただくんですが、まずマーケットチェックで。はい。今日はここですね。はい。今何が起きてるのというのがえっと、あのー、 だだだだっと見てもらってですね、この中で重要なことを言うと、えー、今回は特にアメリカの10年金利が久々の4.1%まで上がってるっていうところ。これなんで上がってるこれだからフィッチのせいなの、はい、とかいう人もいるんだけど。そもそもそれは理屈がおかしい。<laughs> おかしい。おかしい。っていうか、お前知ってんのと。格付けの話と。格付け使ったことあると。フィッチレポート読んだことある ?SP レポート読んだことあるかと。 ないです。そういうないでしょ、はいで。10年の4.1%と、その物価連動国債10年の1.6、ここがポイントなんですよ。1.6、はあ、っていうのも高いし、4.1というのも高いんですよ。4.1から1.6引き算すると2.5%。はい、これは期待インフレ率で、まあまあこんなもんだろうと。インフレの期待、将来の10年にわたってのインフレ率をここまで下がるだろうと、債券市場は読んでいるが、はい、しかし、 4.1%ってそもそも高いし、1.6%ってどうちょっと大きくないのという感じ。あそれと、いい、いいの見つけた。2年祭の4 8 9三の下に三角も上がってるってわけでしょこれ。はい、はい、金利上がってるってことですね。ねえゼ、ー、0.033、0. 0 3.3 3. 3ベース上がってるんですよ。1>, 1週間前と比べて。ね、はい。10年のところ見ると0.229、22.9ベース上がってるんですよ。結構多かったね。 リールド株がスティープしてるわけです。スティープ <laughs> スティープこう、そう短いところより長いところのが上がってきた。ね、でここがやっぱり問題の核心なんですよ。はい、で、インバートしてないんですよ。インバートっていうのは、こっち。<laughs> し<た> <laughs> しとしてる。<laughs> はい。え、スティープしてくるっていうことは、えっと、 今まで逆イールドで景気交代来るんだ来るんだって騒いでたんですけど、それが正常に戻っていくそう,そうそうそう。景気<え>がいいぞという話になってるわけですね。<ー>ちょの動き見ましょうかね。はい えっと、ここでポイントは、さっき見た US02Y というところが2年切りで、ほぼ横ばいですよねと。例えば1ヶ月とか3ヶ月の切りはもう完全横ばいだったんですけども、5年、10年、30年が上がって、特に黄色でハイライトされている US30Y。これが一番上がってるんですよ。はい。この US30Y、これずっとこう左、左、左ずっとやってってもらうと、これ、データはこれ1月から取ってるのかなこのグラフはね。 一応年初来高値なんですよ、30Y が。ああ、そうか。うん、そうですね。長期、長期金利が。長長期金利。超長期か、三十だから。長、うん、長期金利が一番今年で最も高いところにで。長長期金利ってのは、一体何のブレーキになるかっていうと、これは大型成長株のブレーキになるんですよ。へえ<ー>。だって30年間の固定利回りが4.1とか4.2になってくるでしょ。はい。 確実に4%の駅上行くわけですよ。あそっちの方が三十30年で。うん、安心。120%リターン来るわけですよ、ねうん。そうですね。そうですね。ねそれはすごいですね。こっちの方がいいかも。うんね、大好きなテスラやめとこうかとかさ。ああ、なっちゃう。NVIDIA にかくのやめとこうかとか。こっちの方がもう確実にいいんじゃないなっちゃうわけですよ、これ。なっちゃいますね、はいで。で、冒頭の話に戻るけども、はい、米国再建ショックというのが起きたのが2011年の8月5日なんですよ。 前の SP、S&P が格下げしたときね。で、S&P が格下げした後何が起きたかというと、はい、アメリカの国債利回りは一斉に下がるんですよ。ね、格下げしてんのに国債買われてたってこと米債。そう。その代わり、うん、アメリカの社債、適格債利回りが一斉に上がっていくんですよ。ジャンク債。ジャンク債は入るの。入るのももっと上がっていくんですよ。ああ。社債か。ジャンク債の上の。とにかく国債よりも格付けが悪い。 えー、トリプル A だったものがル a に落ちました。はいはい、そうすると何が起きるかというと、トリプル B が売られて、ダブル B が売られて、シングル B が売られて、トリプル C が売られて、下、下、下の身分の低いものが全部売られていくそっちを処分するんですね。うん、これなんでかというと、えー、ここに大きな生命保険会社がいて、ポートフォリオポートフォリオ持ってますと。はい、で、再建ポートフォリオですと。はい。でも、この再建ポートフォリオの平均格付け。 はい。平均格付けをシングル A に持維持してるってとしましょうか。じゃあ、トリプル a 持ってたり、トリプル b 持ってたりとか、うん、それを鳴らして。トリプル a が3割入ってる。はい。ダブ,ルダブル A が2割入ってる。はい、シングル A が1割入ってる。こうやってこうやってやると平均してシングル A にしてますと。あ、なるほど。そういう目標の立て方をして、バランス取るんですね。うん この人が、三、うんえー、3割ぐらいトリプル a アメリカ国債持ってましたと。と、はいはい、いうわけですよ。でもこれがある一つでダブルになっちゃいましたと。ああ、フィッチのせいべとか。そうすると、シングル A に、こう、じ、うん、自分たちのクライテリアを置いてた人たちは、シングル A のつもりがトリプル b になっちゃうじゃないですか。うん、これダメだよ。だって、うちの会社はシングル A でポートフォリオ作ってんだけど。うん そうやってお客さんからの信頼を得てるんだからと。はい、まあ年金でも何でもいいです。うちは、ちょっと格付けのいい債権しか持ってないんですから。はいはい、平均格付けが下がるってのはダメですよ。はい、ルール違反ですよってなったらどういうことを。あ、組み替えます。そうでしょ一番いいものが下がっちゃったんだら、うん、下を切っていくない。切って切っていっちゃう。うん、そうすると下を切っていくと、ジャンク債が売り。はい、でま、またその売って余ったお金でいい子。 もう買うったりするんですかっていうかまあ、その全、そのポジションを上げていかないと、うんうん、あの、ポートフォリオ全体の平均株付けが上がってこないから、そ,その入れ替えになっていく。はいはい、入れ替えて。で、WA と、えトリプル A とか、シングル A、WA AA、トリプル A のポジションを増やさないと。うもう一回買うわけですね、うん。最大のウェイトであった米国債には株付けが下、うん、だから、それの買いが入るから、米債は、そう。リバーレ下がったんだ。そうそう,そう,そう。 変な話だけどこ、これが嘘だと思ったらね。説明でも分かりました。嘘だと思ったら2011年の8月から11月までの債券リマリのチャートをもう一回自分で引いてごらんなさいと。いや、なんかね、でも記憶あります。なんで米債の格下げされてんのに、米債が買われて金利下がるんだろうって疑問に思ったことはあります。あったでしょ。これはこういう原理です。<ー>その入れ替えに3ヶ月ぐらいかかったんですよ。なるほど。 だから、そういう意味じゃ、このアメリカの債券が売られてるっていうのは、これおかしいんですよ。おかしいんですよ、ね。フェッチのせいではないんですよ。ああ、だって、本来ならここは買われるべきものですね。すさらに30年が売られてるっていうのがおかしいんですよ。はい。で、30年が売られてるのがおかしいんだけども、これきっかけはね、えー、昨日、うん、酔った、酔,酔っ,たらったったので、もう一回見てたら、 あの、夢だったのか現実だったのかよく覚えてないんだけど、うん、よっぽった頭でこう、モニター見てたんだよ。ね。はい、分かったと、分かったぞと思って、それでコテンと寝たんだけど、何が分かったかっていうと、これきっかけはね、パンウエル議長の記者会見です。FOMC の記者会見。7月26日、こっから始まってると。はい。こん、このじゃあ、金利上昇もそのあたりからです、ね、簡単に言うとね、あのー、 これ、金利が上がってたのね。うん、あの、30Y も4.1ぐらいまで。はい、特に 5Y のところが5年債のぐっと上がってとこ落ちたでしょ。はい、あれが、あの、えー、逆 CPI ショック2度目の。はい,はい。あの、CPI が良かったんで,、はい、で、ぐーっと落ちたのよ。はい、で、落ちたんだけども、FOMC で利上げをしました。これはいいと。うん、これはいいんだけども、その後余計なことパウエルが言ったんだよね。えー、なになんか言いましたアメリカの景気交代はない。ああ。 でもほら、岡崎さんが去年から言ってることこ。いや、俺が言うのはいいよ。うん、こ,うこういう,こう姿勢の人間というか、こういう人間っていいんだけど、うん、金融政策の当局だよ。うん、トップだよ。うん、トップがアメリカの景気答えはない。景気は力強いって言っちゃったわけよ。言ってもいいじゃんって思うけど、ダメなのいやだ,んだ利上げが効いてないってことじゃん、結局。ああ、そうか。かといって、もう利上げは終わりましたよね、と。 そして今度何が起きるかっていうと、ああああう市場金利が上がっていくが、それだけ景気が強いかと。親分が言ってると、親分が景気が強いと。言い切っちゃった。景気交ないぞと言い切っちゃったと。いと言い切っちゃったなと。はい、ってことは長期の金利は上がっていくわけですよ。ああ、なるほど。ああ、そうか。安心して、もう、そうですね。うん。だって、景気がいい。これだけ利上げしたけども、景気がいいということは、アメリカの実力が上がっていると。 そうですね。マーケット判断したく、ね、アメリカの実力が上がってるということは、うん、FOMC の3ヶ月に1回の見通しで、うん、最初に語られる FO,FRB の長期経済見通し、はい、今1.8%。はい、これ上がるんだなと。ああ、なるほど。1.8はやっぱり低いか。低いんだなと。うん、で、1.8%が上がると、これ何が起きるかっていうと、長期見通しが上がってくると、はい、長期の実質期にも上がってくるんですよ。さっき見た10年の1.6。 なるほど。ねえ、30年なんかも1.8っていう限界まで来ちゃってるわけはい。経済ミートしたこれ1.8超えちゃったらさ、はい、実質金利の方が勝っちゃうからさ。はい。これ、おそらく長期水準が上がってきちゃうんだよね。はい。で長期水準が上がってきちゃうっていうことは、世界中の、アメリカの金利は世界の金利を動かす力があるから、世界中の10年から30年の金利が全部少し上がってくると。へえ、確かにそうですね。 で、ぐるっと回って、<laughs> 10年から30年の金利が上がってくると、そんなにナスダックに頼らなくてもいいかなってなってくると。そうすると、まあそっちの方が金利の妙味が増すのでこんな高いとこにいてバリエーションがちょっとね、もう人力削られてくるってことで、株を見ましょうか。感、ま、じ、あ、ですね。やっぱりナスダックが一番、 ペコンと頭下げたって感じですね。売られちゃうってことですね。うん、で逆に、うんえー、ラッセル2000なんかは、ちょっとこう、今までとは違う。これは落ち方が小さいはずなので、んダウンの落ち方が小さくて、要は、そんだけ景気が強いんだというので、素直に、それをいい話だと思って受け止めることができる中高型株と、うんえー、世界のグローバル企業30社。これはまあ、そんなに金利が上がっても下がっても関係ないからっていうことで、むしろ景気がいい方がいいってことでいいんだけども、ラスタックのように、 えー、ガーファムントのよう,ような、超ビッグな、えー、7頭の馬はですね。はい、<laughs> ちょっと、株娘ですね。株<う>、はい、娘ですね。ちょっとあの、重量がの、重、重、重しが乗っかるみたいな感じですよ。<ー>走るのに。重、はい、しが乗っかっちゃって、ちょっと今、こう、ブレーキがかかってしまったという、こういう展開ですね。うん、そういうことですか。じゃあ、パウエルさんがアメリカの景気強いなんて言っちゃいけないんですね。うん、だって、親分だもん。う うん、ということは、だってパ、パウエル議長がアメリカの景気強いぞということは、あ、FRB が長期経済成長見通しを情報修正するわけね、とこと取るわけだね。情報修正すると、えー、アメリカの長期長,長期の実質金利があがるわけねと、と、えー。長期長,長期の実質金利があるとも世界中の金利が上がってくるから。 それがなんかクラッシュの引き金になりかねないよあでもそんなにひどい。例えばこれは0.5とか1%上がるわけじゃないから、うんうん、おそらく1.8が1.9、2.0ぐらい上がるんでしょうと。かもしれないという話ね。うん、だから、えー、長期長,長期の金利がどん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 上がってるわけじゃなくて、えー、今までは3.5から3.75と思ってたけども、ひょっとすると4から4.25のゾーンに入ったのかもしれない。その分動いたという、うん、これが、えー、2日ぐらい、この2日のマーケット。まあ、正味、あの、フィッチのレーティングの段、あの、 えー、ダウンの話を聞いてからもう何時間経ったのかなえ、えー、二十、三十時間ぐらい経ったけど。経ってるかな、うん、はい。三十時間ぐらい経った私の結論です。はぁ、あ。ピッチじゃないよと。ピッチじゃない。あパウエルだ。パウエルさんが、うん、FMC での、まあ、 体験での発言と。あそこからだと二十26日から金利上がってるから。26日から3、十六日から三十。だからこれ,これがどこまで上がっていくのかっていうことが株にとって重要てうそうそう。どれぐらい FRB が長期経済見通しを情報修正するかというポイントになりますね。うん、で、割り食ってるのが日本株もなんですね。日本株だって今の話初めて聞いたと思うし、うん、こんな話する人いないでしょうし、うん、私なんて言う間違いなく日本株の世界で えー、超少数派だと思いますよ。はい、少数派だと思いますし、うん、あの世界の金利が日本株を動かしてるって言っても絶対みんな信じないでしょ。はい、みんな行政が動かしてるとか、はいはい、ね、あの、アメリカの外国人投資が動か,動かしてるとか、そういう話になっちゃうんで。はい、日本の場合は、一応3万2千円から3万4千円、3万3千7七百円の ゾーンの中で動いてて、まあ、この間の3万3700円を抜けるかなと思ったんだけども、ちょっとまたこれ3回目のフェイルを起こしちゃって、またもう一回下に入ってる。これ8月切り、8月の SQ が来週なのね。ちょっとこれ決着つかないね。9月切りに持ち越しですね。はあ。じゃあ、決着つかないってことは、ちょっとこう、レンジレンジでしょ。もう一回立て直すでしょ。まあ、特に、ここまで出ている7月末までの経済統計あんまり良くないし、 よかったのはトヨタの、トヨタの決算だけなんでね。トヨタは良かったですね、うん。自動車関連の決算だけなんでね。はい、それだけで全部押し上げることは難しいかなっていうところですね。はい。ということで、うんえー、今何が起きているかということで、今の指標について解説いただいたんですが、はい、今日の本編です。プロの視点では、世界の投資家が理解した日銀の緩和姿勢ということで。これ、うん、は、まあ、あのー、まあ、世界の投資家と、そんな世界の投資家全員してるわけじゃなくて、ごく少数、まあ、 私の仲間たちとか、私の取り巻き古い仲間とか、こういう話なんですけども、はい、新聞の報道の仕方にしろ何にしろですね、ここのところ全然違和感ばっかりなんですね。新聞読みはちょっと違うんじゃないのと思いながら。解説や違和感があるで。で、YCC の話も、まあ、まあ私はやっぱりちょっと変わってるのかもしれませんけど、まあ、会う人会う人全部違うこと、違うというか私とは違う。YCC のステージじゃないと思いますし。はい。 だっ,だって今日も、あの、突然臨時のオペやってるでしょあ、やりましたね。1時ぐらいですね。やってるでしょ、ね、臨時オペ。そんな、完全放置してるわけじゃなくて、大体の連時間を持ったわけで、で、アメリカの金利が上がる、それに連動して日本の金利が上がるのをある程度容認するっていう話ですから、どう見てもこれは為替に、やっぱり配慮しての金融政策で、はいはい、今回の金融政策決定会合って、その後株がもう急に上がったじゃないですか。なんだかんだ言って、瞬間的に800円ぐらいあったでしょはい。そう えー、世界の投資家はあの数字を受けてその後決算が出たトヨタの株がっつり買いましたから。あ<ー>から世界の投資家は日銀が何やろうとしてるか理解したんですよ。<ー>日本の投資家とか日本のメディア、日本のエコノミストみんな理解してないんですよ。<laughs> でも,もう世界中とか日本中的にしてもいいぐらい意見違います。はいあはい、そこじゃない。YCC じゃない。全然違うと。 はい。YCC の柔軟化によって、日銀のスタンスがピボットしたと捉えて、今、世界がちょっと荒れ始めたっていう解説が。あうん。荒れ始めたんじゃなくて、YCC との前に発表された、展望レポートの基本的関係あの見解の中のある一行、ある一文を読んで、世界の投資家が、やっと日銀も、えー、認識を変えたなと。 で、これで日本株への長期投資ができると。ああ、そう考えるんだ。はい、どういう話をししう教えてください。どうかというとですね、はい、その一文というのはこれです、えー。経済物価情勢の展望レポート、それの前半ごくごく一番目が2番目で4ページ目でしたかね。4ページ目にこういう文章が出てくるんですよ。うん、潜在成長率は、これ日本のです。デジタル化人的資本、人、えー、的資本投資の進展、運ン運輸化で緩やかに上昇していくだろうと。はい。 まあ相変わらず、むにゃ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 言って、潜在成長率語ってない、語ったわけですよ。<laughs> はい。はい、だけど、今回は初めて、我が国の潜在成長率は0%台前半だと。<ー>ないと言ったんですよ。はい。0%? ないって言ったんですよ。0%? もうこれで十分です。これが言って、これを言ってほしかったんですよ。はぁ、あ。これを言ってほしかったんです。というのは、アメリカの話、さっき冒頭での、 マーケットチェックで言いましたけど、アメリカは1.8あるんですよ。そうですね。はい、で、えー、日本の交換とか前の、えー、っと、白川さんとか、えー、それから、 岩田さんとかもなんか言ったかな ?1% くらいあるみたいな、うん、あるはずだとかですね。うん、あるいは、その、成長戦略って言葉覚えてますはい、覚えてます。安倍さん時代の。はい、成長戦略を持って1%台の潜在成長率を確保するとか、まあそういうのを言うわけです。はい、あとひどいのは、えー、財務省のこれから借金をどうやっていい返していきますかっていうプログラムの,とプログラムの時に出てくる言葉が仮に、 仮に日本の潜在成長率を1%と仮定すれば。ああ、もう仮定なんですね。それはね、今の現代の金融政策2、2%のインフレ目標とフォワードガイダンスという時代には全く意味ないんですよ2。2%のインフレ目標とフォワードガイダンスの時代にとって、一番必要なのは、中央銀行、その経済をコントロール主人公が、この国の 将来的な潜在成長率がこれくらいですと。はい、これぐらいあって、そこにインフレ目標2%をつけますよという。うこれが例えば1%だったらインフレ目標2%乗っけると、名目成長3%なん、はいはい、で、名目成長3%に、ずっとずっと10年、20年、30年と未来永久この3%で続けていくためには、中立金利、つまり、はいえー、景気がを刺激するわけでもなく、冷やすわけでもなく、なちょうどいい金利が X% ですよという、こういう世界になるわけです。アメリカの場合は、経済成長が1.8%ですよと。それに対して2%のインフレ目標を立てますと。そうすると、名目成長3.8で3.8に対して、中央銀行である FRB は2.5にしますと。これでアメリカは、前に前にずっと未来英語成長していきますよという、こういう話なの。ちゃんと揃ってるわけですね。ところが日本は、そもそもその、うん、あの、 北極星みたいなもんなかったんですよ。何に向かってんだろうってずっとなかったんで、ないものねだりになんか2年で2倍2%とか言って話がやったもんだから、その先何があるのって最後まで教えてくれなかったんですよ。それで達成しましたと。2年で2倍で2%になったと。その2%になったその先を言わないと、人々はついていかないんですよ。確かにね、わかんないですね。ひたすらその 2%2% っていうので、車になってサプライズばっかりやってたのが、 えー、2013年からの10年間なわけですよね。はい、で、ここで上田さんが変わって、やはり、あの、そういう長期見通しを立てないことには、えー、要するに、バーナンキが敷いた、えー、作ったルールですよね。あれをやっていこうと。上田、<ー>上田総裁なりにということだと思うんですよ、ねはい。はね、い、だから、点検に1、2半かかるとか、いろいろ言ってるんだけれども、はい、でも最初にできた答えが0、0%台前半だと。 0%なんですね、でもね。だから0%台前半ということは、せいぜい0.1から0.4って感じです。ね。成長し、ほとんどしてない。で、もちろんでもそれだとさ、これまあ政府に忖度してんだけど、それだと借金返せないからさ、成長しない国だから。そうですよね。返せない。借金量方になっちゃうんだよ、みたいな感じじゃないそれで、あの、相当の幅を持って見る必要があると書いてあるんだけども、しかし、認めたのはいいよ、これで。認めて何が起きるかっていうと、こうなるわけですよね。はい。 さっき言った通り2、とで2%で1.8%で2.5%っていうのがアメリカだと。2%,、はい、2で0%で前半だから、中立金利いくらになるかと。2.0 <laughs>、はい、だったら、アメリカの1.8下になるから、中立金利0.7だな。単純計算で0.7しか <laughs>、うん。まあだから、どんなに頑張っても、あの、政策金利が0.7だから、普通預金はせいぜい0.3とか。 上がんないですね。うん、0.7っていうことは0.7まで上がることもないと思うんだけども、うんえー、無担保コールと差が0.5%あれば、えー、1.2ぐらいが限界だとか、はい、こういう話になるし。でもいずれにしても、えー、成長してないんです。はい、弱いんです。うちらは、と。はい。で、その結果何が生まれるかってと、はい、世界の投資家はどう理解するかっていうと、あ、だったら、 金融緩和するしかないね。緩和は継続だと。うん、利上げなんかできないよね、と。うん,うん。だどん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 アメリカみたいに FF5.5 まで、な、ある、やられるわけないねと、と、うん。そうで、すそうなりますね。ちょ、株会だな。<laughs> なるほど、そう考えるんですね。だって、ちゃんと数字出て、出てたんだからさ。 実際、はい、例えば、はい、7月の27日から28日にかけて、はい、日本国債利回りっていうのはこれぐらい動いたんですよ。はい、1>, 1年から40年までの、これは財務省の統計なんで間違いないです。うん、公式記録はこれです、はいで。青い折れ線グラフが27日、金融政策決定会合初日の終わりね。28日が、はい 2日目の数字が発表されて、何もかもが展望レポートの発表された日の終わりなんだけども、はいえー、これ右軸を見てもらいたいんだけども、はい、緑の棒グラフ、9年10年が0.1%金利が上がりました。だけど1年2年3年はほとんど上がってないでしょ。はいはい、1>, 1年2年3年というのは、もう、要はここ3年間は利上げは絶対ないと。 見てるってことですね。うん、別にこの日、あの、臨時予定をやったわけでもなく、あの、普通にほったらかしにしてこんな感じだし、で、あと40年とか30年の金利見ても、大して上がってないわけですよ。はいはい、今日、冒頭のマーケットチェックでお話したアメリカの30年金利がぐっと上がってる。あの、あの世界と全然違う絵なんだけど。違いますね、うんで。ちなみにどれぐらいの、はい 見込みになるかというのは、はい、これあの、上田モデルなんですけどね、上田さんが昔青森で2001年の講演会で使った、うん、要するに未来の金利というのは、5年後の金利っていうのは、先ほど5年間の政策金利の予想値であるという。はい、でそれを使って計算すると、28日の終わりね、1年がマイナス0.1、2年がマイナス0.01、はい、で、5年が0.16、こうなってるんだけど、はい、1>, 1年後の政策金利は、1年金利が、 体現してると。はい。ってことは、1年金利がマイナス0.1%なんだから、来年も無担保コールレートは0.1、マイナス1。利上げしてないと。はい。ところが、2年の金利が、28日はマイナス0.01だから、はい。これは、2年間の間にはマイナス金利の修正があるかもしれないなと。はー。はい、足して2ではあるわけだから。はい。はい、で、3年後になるともう確実に0%になっていると。はい。だから、3年間でマイナス金利の修正があるのかと。 なるほど。で、4年後に0.2%に再建市場は予想していると。で、5年後に0.64%と。それでも 0. 点ですからね。うん。まあでも、5年後に0.64ってことは本格的に動き出すのが、えー、最初試しに上げていくのが4年後。2027年。で、はい そのまま何もなく問題なく日本経済が不況にもならなかったら5年後から本格的に上がっていくんだろうなと。んでなんでここで5年で切ってるかっていうと、はい、5年より長いと6年、7年、8年、9年、10年っていうのは、いつもマーケットチェックで話してますけども、アメリカの影響を受けちゃうんですよね。はい、日本っていうちっちゃな島国の、ちっちゃな島国のリーダーというかコントローラーである日本銀行、中立銀行、銀行がせいぜいコントロールできるのは5年まで。5年まで、ーうん、まん、あ 川みたいなも、真水みたいなもんですよ。はい、湖とか池みたいなもんですよ。これ、はい、6年、7年、8年だともう海に行っちゃうから。これはまあ世界どの国でもそうですね。あの、大国と小国の関係です。うん、例えば、欧州で言えば、EU っていう大きな国があるから、はい、あの、EU とその周辺局の国の金利みたいな形。はいはい あの、北欧の金利とか形だし。例えば、えぇ、ー、あの、パシフィックで言うと、U.S. トレジャリーっていうのがものすごいでかい海だから、はい、このでかい海の周りにカナダの金利があったり、はいはい、ええー、アオーストラリアの金がニュージーランドの金利とかいろんなものがあって、そして日本の金利があると。結局アメリカに引っ張られる引っ張られちゃうと。だから中央銀行がコントロールできないんですよ、ね。できないんですね。だけど、<う>日銀をやった日銀やったわけよ。で、<laughs> はい、10年をもう何とかしてアメリカの影響を受けないようにやったわけよ。はい、その結果何が起きたかっていうと、はい、152円だよ。 ああ、ドル円相場そこまで行っちゃうっていうね、うん。海はコントロールできないんだよ、ね。アメリカの金利が上がっていくっていうことに抗えない。そう,そう。日本という、日本、日本水、日本の水は川までしかできないと。川までしかコントロールできないわけですね。はい。こんな感じです。国債利回りが織り込んでるのは3年後ですね。ここまでだと思いますね。ここまでが金利がほとんど上がらない。4年から本当に上がってくるのかなと。ああ<ー>。ってことは3年間ぐらいは安心して日本株を買っていこうと。 緩和は続くよ。いつまでも、まあ3年間、うん、っていうことですね。まあ安心して買っていくだろうと思って、そのままスイス行くと思ったら、今回このフィッチのレーティングの話、はい、でも真相はアメリカの30年利に上がっていく話だったと思、だと思うんですけども。パウエルさんですねでで。うん、ちょっとまた、はしごを発されて、また出直しになったんだけども、えー、それでも、えー、3万2000はまだ切ってないのかなきあの28日の数字は。そうですかね。 28日に最近直近の一番安いところがあったでしょ、はい、ということは外国人投資家はなんかそこそこは買ってきてると思うので、うん、まあこのまま日本銀行が今の金融政策を維持して、はい、そして業績がちょっとずついいもの、まあ、今回で言えば小松が良かったりとか、トヨタが良かったりとか、はい、やっぱり強いとこ強いなっていう感じだったんで、そういうのがう重なっていくと日本株、じゃあもうあと1000億。 もうあと1000億、もうあと一0億。はい。次の10兆円っていう感じが見えてくると思います。はい。では、最後、渾身のディーパーですが、じゃあ、ドル円、先ほど、えー、日銀がイールドカプコントロールで、まあ、10年金利を動かさない。アメリカが動いていくから151円。そうそうそう。 じゃあ、これ、柔軟化でちょっとは、日本の金利もちょっとは動くようになって動くない、動きますよ。はい、あの、多少動けるようにして、うん、まあ今まではもうあの、川の水をせき止めて、うん、ね日本日本の水はもう海に流さないみたいな。海にってね。そう,そうそうやってたけど。そ釘打ちしてたの、ね、少しこう、様子見るってうそ,うそ,うそうすると、六年以上の、五年以上のところってのもね、海とこう、海水と。混ざってくる。漢水が混ざり合うみたいな感じで、金利が上がってくるんだけれども。はい。あの、 みんなそうなんだけど、この、なんていうのか、日本の金利ばかり見ちゃうと、ドル円の本質が見えなくなっちゃう。うん、そう、あ、まあそう、そうですか日本の金利でドル円って動かないですから。はい。でもなんかね、あの、十何回以降、みんなすごい、まなこになって、今日は0.6何パーまで上がったとか。あでも2三30戦でしょ、それで。はい。本当のところは。そうですね。そんな大きい相場取れないと思いますよ。そうですね。うん。<laughs> で、やっぱり大きな流れを見る、 ためには、もう一回、マーケットをよく見て。はい。これ、過去1年間のドル円です。え、ピークが10月19日22年ですね。おい、懐かしいですね。10月中。え、松山行ってましたね、本当にね。そうですね。香水歌ってたら香水歌ってましたね。カラオケスナックで。そしたら介入がありましたね。介入入ったんです、夜中に。反省しましよ二度と香水を歌っちゃいけないなって思いました。入浴時間に入ると思わなかった。そう。昨日もね、 買いに来るかなと一瞬思いましたね。<laughs> 悪い予感がしましたけど, <laughs> けど大丈夫でした。はい。で、その後、23年の1月13日が128円。で、これは何があったかというと、12月の金融政策決定会合で0.25が0.5に。 うん、キャップが上がったという。は田<ー>で、その後、そうそう。1月の、これ、金融政策決定会合直前なんだけど、1月もまた何かやるんじゃないかと。うん、YCC 解除するんじゃないか。まあ、マイナス金利解除するんじゃないか。もうそれぞれ勝手なこと言って、は金、い、え、にか肉上がる、あがる、って大騒ぎしたのが1月13日。上がんなかった、ね。上がんなかったんですけど。はい、まあでも、いずれにしてもこの10月19日と1月13日を覚えておいてほしいんですが、はい。さて。はい。<て> 去年の10月19日の日本のイールドカーブ覚えてますかええー、イールドカーブだ多分ん、10、10、10年、なんか歪んでた。というか、10年は0.25に止められてますよね。うん、去年の1月13日のイールドカーブ覚えてますかと、まあ、覚えてるわけない。覚え,ないし覚えてない。こんな絵ですよ。うん青が、えー、去年の10月19日のイールドカーブで、極めて低いと。8年、9年が0.3ですね。はい、で赤が、 あ今年の1月13日のイールドカーブ、8年9年0.6あったと。<ー>極めて金利が高いと。<ー>で、緑というのが金融政策決定会合終わった日のイールドカーブで、はい、だいぶこれ綺麗になりましたよね、スロープになってて。そうですね、も、ま、う、あ、本当に綺麗な。ねはい、去年の10月も今年の1月もなんかこのひょろーんーこと最後触ってるだけど、はい、一応こう綺麗になってるし、はいはい、形は整ったわけですね。はい、さあこれは日本のイールドカーブです。はい、次は、 去年の10月、今年の1月のアメリカの債券イールド株、覚えてますか全く覚えてない覚えるわけないですよね。はい、こんな感じなんですよ。う逆イールドですよね。うん、去年の10月が青。はい、アメリカの金利は、なんと10年で4.2ぐらいあったんですよ。はい、ものすごく金利が高かったんですよ。はい、で、今年の1月のアメリカのイールド株、10年3.5なんですよ。 ものすごい低かった。かったですね。だから景気交代だってみんな言ってましたけどね。で、緑が直近です。うん、4%弱。これがまたちょっと上がって4%超えてきました。うん、少し動いたんですよ。今、はい。で、為替を考えるときは、金利差じゃないですか。はい、日米金利差。だからアメリカの色とかブ見ても、ドル円語れないし、日本の色とかブ見てもドル円語れ,、はい、れないんですよ。どっちも見なきゃいけない。で、引き算しなきゃいけない。そうですね。さ。ね。 日米の金利差イールドカーブこれなんですよ。ええー、そんなの初めて見た。青は10月19日のイールドカーブ、金利差イールドカーブ。はい、赤は1月13日のイールドカーブ。150円の時のイールドカーブは見事に金利差がやっぱ開いてるでしょはい。はい、128円の時のイールドカーブは見事に金利差が縮んでるでしょ、はいはいはい、潰れてるねで。潰れてるでしょうんうん。で、今のイールドカーブが緑なんですよ。中途半端やな。うん、この中にいるわけですよ。はい。 そしたら、めでたしめでたしですよ。そんな動かないってこと動かないってことですよ。なんだつまんない。だから、みんな20戦30戦に、ちい、うん、まなこになると。ちい <laughs> ま,まなこ。ちいまなこって。ちいまなこだよね。な,だよなんで着るんですかあじゃあ、 えー、この10月19日のところの、まあこの金利差、スプレッドが、やっぱ4%近くでで ?7 年の金利でいいと思いますよ。7年,7年の金利でト。まあ七年も10年も変わらないだろうから、日米金利差が4%あれば150円超えてくると。なるほど。だけど、日米金利差が4%あるっていうことは、例えば、えー、アメリカの10年が4%の時に、日本が、例えば0%まで下がったら、はい、れはありえないよね。 そうですね。例えば、日本の10年金利が今0.6だから4、4%開くってことは、4.6までアメリカの金利が上がったら、150円くけども、4.6つってそのままに株暴落するよね。うん、そうですね。そこまでいったら、やっぱりみんない、うん。いろんなものがこう。引っこ抜いて。そうそうそう。いろんなものがこう動いちゃう。リバランスされちゃう。うん、で、今回の YCC である程度許容幅を広げたということは、例えばアメリカが4.25まで上がったら、おそらく日本も0.75まで上がるんですよ。 ああ、そっか、一緒に動くんですもんね。うん、そうすると、3.5ぐらいが維持されるから、その3.5のラインをずっと引いていったら、やっぱり緑のラインになってくると。はあ、今ぐらいの水準だろうと。はい、これでまあ、日本の金利も伸び縮みするようになったので、はいえー、10年のところで言うと、それこそ4%を超えない限り、極度の円安はないし、3%を下回らないし、下回らなければ極度の円高もないと。 3.5ぐらいだったら現状維持だろうなと。3.75まで開いてくると145円とかになってくるだろうし。で、逆に3.25まで縮まってくると135円まで落ちてくるだろうしと。こういうようなざっくりとした、もう、 絵をえ、はい、描けますね。描けますね。それで、えー、将来見て,見ておけば、あんまり目先の五千、十千を追っかけなくてもいいんじゃないでしょうか。なるほど。でも、あの、金融政策的には、アメリカの利上げって今回で最後で、9月はやるかやらないか、データ次第みたいなこと言ってるから、なんか市場参加者はどこかでアメリカの利,もう利下げをこう期待してくるようなことになると、 これをスプレッドこう縮まってくるようなことがあれば、円高、ね。もちろん、そうだけど。だけど、今、パウエル議長の発言から、年もそうだ。10年、30年上がってるから。そう,そ,うそ,うそうなんですよ。あと、アトランタ年金の GDP ナウトのがあるんだけども。高い。3.9よ。そう。3.9ってめちゃくちゃ強い。だからあれ、7月のデータってまだ ISU の一発だけなのよ。 でもどんなプログラムになってるのかなと思ってね。あれちょっと分解してみようと思ってんだけどね。はい。何あれはアトラントでいきんの GDP なのがいかれてるね。<laughs> はい、そうですね。今回あね、確かに強かったけど、1.8が 2. 何になってえっとね、えっと、46が2.4かな。2.4か、2. で,2で、これがいきなりの、えー、終わったばかりの7月のデータ、最初の ISM の特報値で見ると、えー ISM 悪かったんだよ。悪かったんだけども、うん、一体何をどうこうメカニズムかけてるのかわかんないけども、上げてんだよ。そんなに強い。あと検査支出も入れたのか。検査支出がね、6月分のデータが出て、でね、検査支出が GDP 的には後で多分、えっと、気れ効果があって区に反映してくるのかな。 で、建設室も良かったらよ。はい。家が、家、家いっぱい建ってるとか、ビル建ってるとか。金利高いのにねっていうね。どうなってんだって。ね、本当ですよ。いうことはやっぱり経済成長見通し上げるのか。経済成長見通し上げるってことは30年の実績に上がるのが、うわ大変っていう話。そうすると利下げとこじゃないんじゃないのかと。っていうことで。なっちゃうんだけども。ねお話を戻すと。はい。まあ、そういう形でアメリカの金利が上がってくれば、日本の金利も上げる、え許容範囲が広がったんで。はい。そうなると、 の中で、枠の中で動くでしょう。はい。ドル円相場を見るときは、日米どっちもです。まあ本当にこの柔軟化の前までは、アメリカの金だけ見てればいいと思うんですけど、うんそそうう。それにね、2016年からね、6年間ぐらいずっとそれを慣れちゃったんで、うん、アメリカだけ見てたのね。そうです。うん、これどっちも見ない、で、どっち、どっちも見て計算しなきゃいけない。えっと、差は、スプレッドは <laughs> そ,そうそうそう。はい。うん。まあでも、そんなに動かないんじゃないのかな。結果的には。はい じゃあ、ちょっとレンジに入りそうなドル円相場ということでしょうか。はい、えー、投資におけば最終判断、皆さんご自身で慎重に行っていただければと思います。そして最後、お知らせがあります。さあ、11月23日は祝日なんですが、うん、ここで、なるほど投資フェスという大きなイベントを開催します。このマーケットディーパーは、 えなるほど投資ゼミナールというチャンネルの中の一つの番組なんですが、うん、なるほど投資ゼミナールってたくさんの番組やってるんですね。うん、でその番組の、まあ、スピーカーをこうやって一堂に会して、ものすごいこうあの対談形式で、一日で、これらの著名人ですよ、エミンさん。のいる著名人たちを。エミンさんに玄徳さんにそうね、な池あなたは手玉に取ってきたんですか <laughs> 皆さんと仲良くやってまいりました。たはい。KFC ホール。はい、ケンタッキーフライドチキンホール。はい、ケンタッキーじゃないです。あ、違いま <laughs> うんですか違います。えっ、ー、と、か、国際、国際ファッションセンター。国際ファッションセンター。はい、すみません。ケンタッキーたた。ケンタッキーに引っ張られました。すみません国際ファッションセンターで、この豪華面々と、えー、一日お過ごしいただきますので。すいね。300名も入るの。はい。 えー、ザキオカも行くんだ。雑魚家は、雑魚家がやっぱりその大鳥飾っていただきます、ね。大、は、鳥、い、<laughs> か。大鳥です。本鳥ですか。はい。えー、まあプログラムはね、またそのうちね、じっくりとご案内したいと思うんですが最初、あの、大鳥、最後にちょこっと顔出しらいいの違うよね。<の>そう。<laughs> 最初と最後だから、もう。<laughs> そうだよねあの。真ん中もちょっと出てもらっまあ、でも、空いてる時間はうろうろしてたらいいわけね。うんまあ、見てくださいよ。いやいや、あの、あの、 ああ、あなたが何とかさんですかとかね。うん、そうですね。ハンドルネームだけでやってるじゃない。<laughs> ううん、君が画像かとかね。<laughs> 君が銀時君かとか,なか。んなんかそういう人と会いたいなと思います。ねうん、本当にあの、ザキオカファンの方はぜひこの一日見逃せないプログラムとなっていますので、<laughs> ぜひともお立ち寄りいただきたいんですが、来週から一般募集をかけます。もう、はい。 だですが、ですが先行募集があります。うん、先行募集は、雑、えー、教科公式ラインで、うんえー、登録いただきますとお友達になりますと、8月6日まで先行募集で指定席を取ることができると。あ、いいじゃない。はい。<ー>もうすでにね、雑教科公式ラインでお友達になっている方には、もう募集始めております。すで、うん、に指定席前列の3割程度埋まっちゃってるんですね。え、そうなのもうもう埋まってるんです。3割っていうことは90名ぐらいだ。 ですかねまあ、ちょっと私計算できないですけど。3 0名なんでしょそう。もう、あそこまで行ってない。そうだはい。えー、もう公式ラインではご案内しておりまして、うんえー、もう埋まり始めていますので、<ー>公式ラインにご登録いただいた方へのご案内から、えー、まずは募集開始と。で、なんかドキドキしてきたな。はい。 今から資料作っても役に立たないよね。<laughs> じゃあ早,すす早すぎます、早すぎます。11月ですからね、はい、何が起きてるか。8月7日から一般募集開始ということで、うん、一般募集するんですが、ぜひとも、えーまあ、いい席取りたいという方は、こちら、お友達になっていただいて、そちらのご案内からお申し込みいただければと思います。楽しそうだな。楽しいと思いますよ。うんはい すごいたくさんの豪華面々と小菅さんに森永さんに。はい、300名ででも乾杯はできないな。<laughs> 飲む話じゃないですよ。すね、これはね,ね、はいえー。ぜひ皆さんこちらにもお立ち寄りいただければと思います。この番組は豊かで豊かに豊かトラスティーショー系の提供でお届けしました。今日の動画へのいいねとチャンネル登録もよろしくお願いいたします。 じあ今日か昨日は大変お疲れのところ。すみません、ひどい声してます。<笑><笑>でも今日のお話とても面白かったです。本当にはい。じゃあまた頑張って資料作ります。はい、はい。ということでまた次回お会いいたしましょう。ごきげんよう。